タチウソ文教タチウソ文教は朝鮮の青銅器時代の遺物の一つ。タチウソ文教は中世南道ガザ山市で出土した。現在ソウル特別市立山区、韓国国立中央博物館に所蔵しており、線が太く三角形柄、星、雷柄などが表現されている。タチウソ文教は支配者の権威を象徴する道教で、通常の胸にガレージ通ったものと推定される。 古代社会で支配者は、太陽のような存在は、太陽は、生命の輝き。その光が同鏡を介して地上に降りてきて、その時から、同鏡は支配者のシンボルとなる。この同鏡を胸につけ腰と日光を受けて、さらに光りたものであり、それ自体でも、かなりの権威を与えたのだ。このように青銅器時代の各種悪魔を追う呪術ツールであった動鏡は、広大王権社会に入り、 王の象徴となる。古代の太陽の象徴だった道教は4世紀以降の権力関係を吸収出す商標として使用される。1971年、船王領から出土した遺物の中の3つの道教が発見された。しかし、日本でも同様の憧れが、日本の16代天皇の墓である大仙領古墳が1872年時滑りで一部が崩壊し、 いくつかの点の副装品が、明らかが、そのいずれかが、同郷、日本初期を見ると、神宮皇后52年、七子鏡一面献上した記録が出てくる。ありがとうございます。